ック投与。シルビウスレッツ、脳組織に電気刺激を加える。彼らは僕たちと同じことを考えた。何かを見ている。私たちに見えない何か。母さん、エーサーに何をしたの？電気の刺激を与えると幻覚が見える。そんなプログラムが何で脳に仕組まれているか不思議に思わない？あなた死んだのよ。姉さんどこにいたの？もう私を探さないで。あなたはどんな夢を見たの？ジェイ・ホラーの巨匠が沈黙を破って描くホラー映画の到達点。私たちを閉じ込めているこの2つの目から解放されて、どうやったら本当の世界が見えるか。その時人間は新しい種になる。恐怖、あなたにもそれはきっと見える。